どうもエルザです。それではダークソウル3やっていきたいと思います。いやー、行こう。装備もね、ちょっと変えるだけ変えてという感じかな。お、今日は3回行動なんで何のこっちゃってなるけどね。まあ全然全然。ああ、で、あの扉の先行ってないのか。ああ、人型だったからね。はいはい。おー、いいもん持ってんじゃん。ダメ、ハリー失敗。やばい。ねえ。いいね、いい動きするね。いやー、ゴリ押し。ないかこれで終わり。よーし、ルロリのタチ、タチかな、タチ、あれタチだ。持てない、やっぱ24だもんね。ああ、なんとか死んでる。生きてるのか死んでるのか分かんないような感じなんだよな、今回。アイテム回収だけ行こうかな。ああ、捕まった。羽水の。はいはいはい。よくわかんないけどここ入る。ごめんね。はい。ちょっと待って、ミリはいかん。なんかいるわ。こっちもこっちでなんかいるな。ちょっと待った。やばいやばい。やばいなあ。あー、なんか強そうなのいるね。うわっ。ちょっと待った待った、なに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 、その強さ。はー、ねえな。あ、よしよし、なんかダクソ感出てきたぞ。いや、でもライフだなあ、ギルビキはね。ちょっと待った。ちょっと待った、パリーできないんだね、やっぱね。これだよな、ひるむんだよな、やっぱねえ、もう、あー無理だ。ちー、
めっちゃ溜まってんだよな。めっちゃいいじゃん。はい、よっしゃ、来たあ、なんもねえの？なんもねえの？マジで？ねえのか。いやー、でもいろいろチャットの方でアドバイスもらって、いやー、なんとか倒したね、おかげでね。あー、切ねえ。あ、傭兵なんだね、ここね。明らかに傭兵あいつにやられたって言わんばかりの場所だな。にいいものがあるらしいんで、頑張った回を見せてもらおう。傭兵の相当、あ、これはもう僕は傭兵シリーズだったからこれかな、いいものは。パランの種火。ああ。なんか使えるのかな？これ多分戻ってとかそんな感じだろうね。じゃあ、1万6000あるんで、戻ろう。種火、これか。これは不死体の種火か。パランの監視者たちがその武器を鍛えたという貴重なものだ。それを俺に預けてくれるとは嬉しいじゃないか。これで特別な奇跡は、兵質強化に使える変化か。Time to put this brawn to use. ああ、まあ強化ではないけど、あ、増えたね。なるほどね。毒重厚鋭利、あー、この辺りがつくのか。はいはい、あと毒だね。なるほどね。ちなみに縦受けしてスルリとお尻に回るのがセクシーコマンドです。あれ、Heavens. She was already dead.丸くなる。Heavens. Heaven. まで凹んどるんだ君は。いやー、セクシーコマンド決まったね。そしたらね。Oh, I would then shall bear. から引き出そう。で、まあ体力かな。ちょっと重力増やしたい。Then shall bear.Shall we begin, Baron? これさ、例えばさ、めっちゃ今引き出してもらってるけどさ、引き出しすぎて死んじゃうとかそんなオチはやめてくれよ。なんかそんな気がして嫌なんだけど。あー、でもなか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 やったなぁ。あー、で、こっちも今初めてか。どうも。お帰りなさいませ。カボタンになれなかった私が、君のそばであなたの使いできるなんてと。はいはい。奇跡を学ぶ。あー、この辺りね。使えないんだけどね、全然ね。よくスロットを増やす。こういうのがあるわけね。あ、買うだけ買って。Have a pleasant journey. 銀行ねえからな。
もうここまでいける。ああ、なるほどね。よしよし。あ、また。Ah, there you are. I wish to express my trust. ああ、そう、君も呪術の日。はいはいはい。それで魔法だね、呪術ね。Yes, here. わかんないけど。あー、火もこれも強化ができると。はーい、戻ることがあればね。ちょっともうちょい進めたいよね。せっかくだしね。ここまでただやられたのを流しっぱなしっていうだけだったらちょっとな、これはな。何をあげましょう。1しか上がらんのか。あー、そうだね、さっきガンガン上げたからな。逆だったね、順番ね。ライフ上げよう。あとは、ね、そうだね。ああ、64.5%。あ、そっか、弓外した分か。ああ、でも、こんなもんかな。強化するにも。ねえ、大きなかけらがいるしね。でも防具は一時これ強化って感じかな。強化とかこれでいく感じだね。そしたら転送で戻りましょう。あそこ気になってるからあそこ行こうか。稲田に、あ、一応なんかルートロス、なんか男性とか玉座に座ってる人はしゃべ、あの、しゃべりました、しゃべりました。いいな。上からスルッと落ちてきたね。待て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 。ちょっと待ってね。あー、なんか結晶の奇跡とか出た。ありがてえ。上いける。いる。あは。ああ、で、これが取れると。異性の指輪。ああ、そういうやつね。おう。じゃあ、ちょっとボス倒すたびに、次戻ったときに、そう、話してみましょうか。ルドロスっていう人ね。あー、ここに来るのね。待って、すげえ成金装備になりそうな感じだったね。
なんかね、すごい豪華な感じはあったけど。あ、で、ここは、あれか。入れただけだから。よいしょ。あー、マジか。ここなんだ。そしたら、ちょっと話しに行ってみようか。今回は進めるというよりかいろいろ試すって感じだね。やっぱあれだね、前回までがこうすんなり行きすぎてて行けなかったんだよ。だから倒し方がわからなくなるっていうかね、そうなってくるんだよね。この人のこと？ Fret not for I. あ、これね、これ持った後は話してない。Like it has been better days, but now. Bring to me a transposition. Thy purpose is to seek. なるほどね。で、ソウルの連生ができるんだ。王者狩りの体験。デーモンの王のボルトの王追。アルサ。ガリー。デーモンナックル。ナックル。あ？攻撃が連続すると HP を回復する。王の左目。これ持ってないよね。ああ、あるけど。くれないんだ。ああ、ボルトはこれか、これか、みたいな感じなんだ。ああ。いるこれ。いる？里狩りしてるときにはいいかもね。ボス戦で使えるかって言われると悩むね。なるほどね、これは話しとかないといけないところだったね。あー、なるほど。ないよりはマシか。あ、これでいいかな。よし、じゃあ戻ろう。なるほどね。持ってないもんね。なんかすっげえごちいのいたんだけど。バランの調査へ。ああ、だからファランの左なんだね、さっきね。じゃあ、こっからが本番という話がちょこちょこチャットの方で出てるんで。ああ、笑うしかないよね、もうね。ここまで来たら笑うしかないもんね、こういうゲームはね。どうあがいたっても進めるしかないんだからね。っていう割にもなんかよくさそうなマップしてるね。ああ、なんかいたわ。ああ、なるほど。いうことですか。あ、なんかいっぱいいるわ。ナメクジさんがいっぱいいて、全然当たってないんだよな。はい、ボロ布のマスク、何も落とさない。まあまあ、まだ毒にかかるまで時間があるから、
当だね。あ、延長かな。でもなんか毒系のやつは持ってないね。はい、って戻ってこれるかな。行ってみよう。アケイラ。あー、これは毒ならないよ。よかった。これ大変だね。ないしな。あそこめちゃくちゃいるよね。いやだね。エストのかけら。よし、よし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 、十分十分十分、任せてよかった。これはラッキーだね。なんか、なんかラスアスで見たことあるようなキャラが出てる。いるよね、こんなやついるよね、ラスアスでね。うわー、なんかしかも槍か。えい、あ、手持ちご利用していけるね、こいつね。よし、枯れ松屋に。何これ、火を消す。消えたね。あれでも一つ、もう一つあるね。あ、なるほど、そういうことか。あー、なるほどね。先に進むためにこの火を消していかないといけないんだ。で、今3つあったから、じゃ3つだね。あと2つ。ごめんどくさくね。ごめんどくさくね、それは。この動きが素晴らしい。かけら、かけら結構もらえるね。松屋に。あ、でもガードしてもそうだね、毒もらってるから、ほんと毒は諦めるって感じだね。なるほどね。これ方向難しいね。ちょっと待った、もう一回さっきのところに見よう。ここだけ決めよう。なんかね、見づらいよみたいな話は出てたから、またまたと思ったけど、またまたじゃねえかと。右とまっすぐだ。ここ降りてまっすぐだね。いやー、アイテム買った方がいいのかな。いや、でもあれだよね、雑魚的見る限りまで強力っていう感じではないから、しっかり対策していけばっていう気はするけどね。ましたね。
んな散らばると思わんかった。で、これはかけら、おお、びっくりしたやめてくれ。1234、よし、になることは望んでない。それもう一体ぐらいいるでしょ。いや、二つ目普通だったね。あ、二つ目。はいはい、ちなみに、はしごを登ると一番よく見えます。マジで？はしごあんの？探してみよっか。見つけきれるか心配ではあるけど。でもって、毒にはなりたくない。これがあれだよね。毒状態返しだよね。飲んどくか、念のため。ちょ、はしごね。めっちゃ待ってんじゃん。めっちゃ待ってんじゃん、あそこで。無駄万歳うるせえやられた感はあるわ。あっち側だったんだよね、さっきやった。多分無駄手は変えてたけど、あー、ほら見えるでしょ、火が。あっち側だろうね。ポイズン。でもさ、あれつけた瞬間ね、いや、もうつけよう、こいつらも生き返るよなと思って。うん、めんどくせえあいつ。あー、なるほどね。ここには持ってなかった。よしよし、このまま。あー、1万あるけど、まあ いけるでしょ。いつもエストビンあればね。多分あっち側なんだよな。ちなみにこっち側行くと、あー、入り口側に来れるわけね。あれは沼の音か。うえ、なんか気持ち悪かった今の動きは。守ってるやん。これは何？何守ってた？あー、遺骨いいね。それでさらに回復強化か。あ、で、このはしごね。めっちゃ守ってんだけどさ。よし、行こう行こう行こう。ね、あそこの門が開くわけやね、今やってることでね。
頑張って登ってるけどさ、伏せはさすがにないよね。はいはいはい、行って、あ、これか、一つ目よ。お、いいとこいいんじゃん。えい。あ、これでヒルシール強化できるね。あそこか。降りて。よしよし。いいアイテムあったねー。ありがてー。こっちね。お。はい、世のタリスマン。ベストスープ。あー、今飲む？いや、飲もう。ありがたくいただこう。で、なんかいるね。あれはちょっと戦いたくないね。まあ、あそこ行って火があるけど。あー、なんかここ深い。はいね。ああ、そこだね。ええな。でも、これは、進むしかない。なんか入ってる、なんか入ってる。やべ、やべ、やべ。ああ、もう先肌だ、先だけ。ああ、絶対この後地獄待ってるよー。ああ、門が開く。そしてチャットを確認したと同時に重大なことをさっきはしごのところにあったらしいね。戻り行こう。いやー、もう後ろも割れてるしなー、怖えなー。うわー、なんかめっちゃ剣刺さってるじゃん。大変そう。はい、無理。正解だったね。よし。回収して、で、あっちのはしごね。回収して、はしごの方に行こっか。あ、でも倒したら倒したでやっぱ経験値はもらえるからいいなぁと思う。ここでは相性は微妙な感じかな。強くはなったけどね。あ、本当、扉があるわ。なんかいるよ。え、何？ちょっと待って、話しておいて。いいね。バランのローロー。綺麗。あー、なんか土下座に見えた。なんか願うとどうかなるの？万人。あ。あ、持ってた。二つ。はい。
あ、なんかあるね。ちょっと待って、さっきさ、上隠しがあるとかじゃないよね。こんな、いや、でもなんか違うところから入りそうな感じだよね。あっ、ああ、二杯未明追い人、ああ、なるほどね、はい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 。なるほどね、この契約とかそういうことか。侵入者が来るわけね。あ、特にはないんだね。あの時みたいな感じかなと思った。よーし。まあ、待ちましょう待ちましょう。かっこいいよねーこれねー、めっちゃ光ってんだよな。あ、なるほど、勝手に入ってくるんだね。なるほどね。ただ使うにはそれで侵入してもらえるってことか。おお、ハハハハハ、あー、いるじゃーん。やるだけやってみる。してんな。痛い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 ね。ふう、わあ、ナイス尻尾。この子は横だね。どうしたどうした。あ、やべ。やべえやべえやべえ、調子乗ったりか。右足攻めすぎたかな。足折れてからの方が強かった。
ああ、一発いけたねー。よかったよかったー。あ、ここは回収して、奥見てみようか。あー、まさか落ちる感じかな。なんかそんな感じだね。あー、嫌だなこれ。あー、いいね。あ、いけるいける。後ろはない。よし、あれ全員ゲットできる？待てこの野郎。危ねえ。ちょ、待って、そんな焦らないで、焦らないで。よし、おお、かけら。あ、いいねー、いいものあったねー。あそこにもいるよ、龍門城の盾。お、なんかいろいろ情報多くね。あー、いいね。雷は下がるけど、あ、受け身が下がるのか。空っぽだね、ドラゴンくんね。で、この上にあると、そりゃ起きるよね、そりゃ起きるよね。違う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 、君じゃない、バカだれ。マジかー、バックスタブかましてしまったよー。弓やったかなー、弓でやるべきだったかな今のは。弓を、そうだったねー、ダッシュ強って言ってたもんなー。はいはい、下手くりしない。はい、こういうことね。マジかー、一つ取りこぼしたねー。まあ仕方ね。ってことはここはもう今のがお宝がゲットできる感じでってことかな。あ、なんか出た。まあでもいい感じなんじゃないかな、ウッドシールド。こっちは絶対落ちたらダメだろ。もうない。うん、OKかな。なるほど。ああ、せっかくいい感じでボスも倒したのに、ちょっと回収だけして、で、遺骨とか渡すもの渡して終わりますか。重厚な奇跡。もらって OK。よし。そうそう、俺はさっきこうやって借りたかったんだけどね。OK、結果回収もできてよかったね。いや、重量がね、大事だからね。ああ、なるほどね。結果、これは倒して
たから良かったもののって感じか。メロモって言ったけど何だったこれね。56。あー増えるね。めっちゃ軽くなったもん。これでさらにいい装備ができるようになると。あー当てとかもこの辺りバランス考えてやるような感じかな。いやいやいいんじゃない。だいぶ良くなったね。よしよし。そしたら一旦ここで、動画の方切りましょうか。ということで、動画見てる方はここまでありがとうございました。まあ、とりあえず、多分、途中で切ってそうな気はするけど、そうだね。まあまあまあ、頼んでもらえればよかったなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。じゃあ、またねー。